はい、皆さんこんにちは、スタイリストの若狭です。今日なんですけれども、今日はですね、毎年恒例になってきた夏のジュエリーの企画をね、やりたいなと思っております。まあ、ジュエリーって言ってもちょっと気軽につけられそうな、まあ、アクセサリー系が多いんですけれども、外も猛烈暑い、今日なんて36度ぐらい、もう死んじゃうよっていうぐらい暑いんだけれども、はい、なんかそういった、ね、暑さの中、やっぱりこう T シャツスタイルがすごく多くなってくると思うんですよ。なので、まあ、大人の人はね、すごくジュエリーとかアクセサリーのね、存在ってめちゃめちゃ大切だと思いますので、私がプレスルームでね、いくつか見てきて、あ、この辺すごく可愛いとか、すごいトレンドっぽいとか、まあ、この辺めちゃめちゃ使えそうってやつをね、厳選して今日はね、いくつか借りてきたので、それを今日は皆さんにね、ご紹介したいなと思っております。つけた感じとか、コーディネートとかね、そのあたりもご紹介したいなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。はい、今回もたくさん借りてきました。じゃじゃん毎回言ってるけど、じゃじゃんっつって、はい、こちらのドウっていうブランドなんですけれども、イタリアのね、デッドストックのビーズを使ってるんですよ。なのですごいこうなかなかない発色で、めちゃめちゃ可愛くて、店舗は特にないので、まあ、セレクトショップでこういわゆるバイヤーさんがね、買い付けたちょっと人気のアイテムなんですけれども、私もすごい展示会で見た時からすごく気になっていて、まあ、夏っぽくてね、すごい可愛いじゃないですかね。これ1本つけた感じ、こんな感じで、それも可愛いし、なんかね、すごいこれ色がね、めちゃめちゃいっぱいあるんですよ。今回ちょっとね、爽やかに寒色系を借りてきたんだけど、ほんとピンク系からオレンジ系から、なんかいろいろあってですね、結構悩みましたでもまあ夏っぽいね感じで、ちょっとターコイズ系をちょっと借りてきたんですけど、プラスチックビーズ系のやつでね、いっぱい出てると思うんですけれども、やっぱりこうなんだろう、おもちゃ感がすごいあると思うんですけど、これに関してはしっかりしてんなって感じ。なんか重さも、まあ、そんなむちゃむちゃ重いわけじゃないんだけれども、触った感じとか、こう近くに行くとすごく安っぽく見えない。なのでこう大人がこういったちょっと夏に取り入れるジュエリーとしてはすごくいいんじゃないかなと思っていて、でこれ50センチになります。50センチの長さで、で他にもね、なんかちょっと長めな、65センチになります。まあ、65センチもね、1個あるとすごくつきやすいんじゃないかなと思ってます。まあ、こんな感じかな。どうでしょうか。今ちょっとこのグレーのものに合わせてるんだけど、まあ、全然白い T シャツとかでもすごく可愛いと思いますし、まあ、黒とかでもね、ちょっと大人っぽい感じでいいんじゃないかなと思ってます。なんかほんとね、色がいっぱいあるから、結構ね、悩むと思います、これ。でね、これもすごく可愛かったの。イタリアのデッドストックビーズを使ったものと、パールの組み合わせのものですね。はい、それがあってですね、これもすごい可愛いんですよ。これとかだと結構1枚でさらっとつけてもいいし、なんか襟付きのものとかの中に入れてもすごい可愛いんじゃないかなと思ってます。あとあれも可愛いかも、ポロシャツとかね、ポロシャツの中にちょっとチラッと見えても可愛い気がする。なんかおしゃれなおばさんって感じ1枚だとね、こんな感じ。これはね、ちょっと短いんですよね。40センチの長さになってます。なのでこういったちょっとビーズ系ね、1個買うと T シャツスタイルが盛り上がりそうかなって思います。次はですね、これハルポっていうジュエリーで、フランスのね、パリで設立されたこうインディアンジュエリーブランドなんだけれども、これね、あると本当便利すごく便利だと思います。92センチと今 63.5 センチをね、借りてきてるんだけれども、結構ね、92センチ長いけど、これすごい使えると思う。一重でつけるとこんな感じで、結構長いじゃないですか。なので、まあこれだけでも全然、ワンピースとかの時とかだったらこれ、この長さですごいいいかなと思うんだけど、これ二重にもできるぐらいの長さなので、こんな感じ。これ今さっきつけてた銅と重ね付けをしてるんだけれども、すごい良くないですか多分ね、お手持ちのものとの相性も、これ合わないやつないぐらい
すごくこう重ね付けしやすいアイテムだと思うんですよね。で特にこういったちょっと T シャツとかあのサラッとしたものとの相性がいいので、まあ、本当あるとすごく便利なんじゃないかなと思います。でこっちが 63.5cm、まあ、こんな感じそのままかけたらちょうどあの胸のとこ谷間あたり谷間ないんだけど谷間あたりぐらいかなって感じですかね、はい、次はですねこちらの、バングルです。これアダワット・トワレグっていうブランドで、なんかねアフリカの、 あのサハラ砂漠で暮らすこうトワレグ族っていう、はい、民族の方々がねこう掘ったりとかして作ってるシルバー系のアクセサリーなんですけれども、はい、夏場とかにやっぱねこういうのあるとすごく使えると思います。これ夏だけじゃなくてでもまあなんかほんとシャツだったりとか、あとはあれニットとかもねめちゃめちゃ可愛いかなと思うので、まあ、年がら年中使えるんですけれども、なんかねほんとこれ一個一個見てなんか手彫りなのね、すごい結構繊細よね。まあ結構ねやっぱ存在感があるのでこう一個つけるだけでねこんな感じで結構迫力が迫力ありますよね。なのでこれつける時のポイントなんだけれども、こう今この辺もこうジャラジャラつけてるじゃないですか。しかも私ちょっと色黒なので結構なんかちょっとハートのおばさんに見えやすいと思うんですよ。なのでちょっとねこれをつける時は私はもうこの辺は全部取ってちょっと引き算をしないとあの危険かなと思っており、これぐらいな感じの方が落ち着くかなって感じです。はい、で私はちょっと個人的になんですけれども、これ結構厚みがあるじゃないですか。私すごい腕が短いんですよ。なのでこれぐらいの、袖丈を着ちゃうと出てる部分がここからここまでなので、こう短さがすごい際立つんですよ。なので、まあ、こういうのをつけるときはちょっと袖が、短いものだったりとか、あとはノースリーブだったりとかね、はい、そういうのにこういうのを合わせるようにしています。これあのエルナン・エルデスっていうブランドでニューヨークのブランドになります。なんかね、リサイクル系のメタルを使ったジュエリーだそうで、ニューヨークにね在住するシルバー職人さんがもう一個一個手作りなんですって。はい、なのでなんかちょっとこうなんだろう、温かみもあるけれどもなんかこうモダンな感じっていうのが結構好みでですごい気に入ってあの借りてきたんだけれども、なんかね大人っぽいんですよ。例えばさっきのこういったねあのアダワット・トワレグさんのねこのちょっとごつめのやつもなんかこれに合わせるとなんかこれ1本でつけるよりもこれ一緒につけた方がなんかちょっと都会的な感じになるっていうか大人っぽい感じになるので、そんなにこう太さはないけれどもこう存在感があるジュエリーってことで、めちゃめちゃこれもね素敵だなって思ったんですよね。これだったらあの1年中使えるので、はい、このジュエリーなんかこうサステナも意識してるし、まあ、今時のジュエリーかなって思います。次はですね、前もちょっとご紹介したことがあるマリアブラックなんだけれども、あの私もすごいマリアブラック大好きで、まあ、あのいくつか持ってるし、多分ねインスタとかでもね紹介したりとかしてるんだけれども、これねマリアブラック の、 あのスターターキットっていうセットで売ってるやつ、なんかね開けるとじゃん、はい、こんな感じで4つ入ってるんですよ。大きさ違い の、 あのピアスとあとイヤカフ、これめちゃめちゃ便利じゃない。そう、これで、36,300円ってことで、まあ、いろんな付け方ができるのでこれめちゃめちゃ便利かなと思います。これ今片っぽ一番大きいやつ付けました、はい、イヤカフ付けました。こっちがちょっとちっちゃめのやつ、一番ちっちゃいの付けました、はい、なのでまあ、こんな感じであのつけてもいいし、まあ、イヤカフをねこっちにつけても可愛いし、なので本当あの T シャツね1枚の時とか結構これ存在感があるので、まあ、こういうのがあるとねすごくずっと使えてありかなと思ってます。なので片耳売りね最近多いけど、なんかこうどうつけていいか分かんないっていう人はおすすめかなと思います。次もですね、あのスターターキットの今度はネックレスバージョンがあるんですよ。これ本当私も知らなかったんだけど、
結構大人気らしくて、今ちょっとね品薄らしいんだけれども、また入荷するっていうことで、ちょっとこれも紹介したいなと思って借りてきました。で、実はなんかマリアブラックってすっごいチャームがいっぱいあるのって知ってました？この前ちょっと展示会で、あ、こんなにいっぱいあるんだっていうのをちょっとびっくらこいたんですけれどもなんかね、チャームもちょっといくつか借りてきたんだけど、ちょっとまずこれをね見せますね。はい、チェーンが2個入ってて、でこれね、リズネックレスとカレンネックレスってやつかな、ちょっとスネークっぽいチェーンと、あとはこう平たいこうプレートみたいなのが重なってるチェーンで、これが2個入ってるんですね。とパールのチャームが入ってるんですけど、はい、これ、ね、こんな感じで入っていて、でこれセットでね売られてるんです。3つ合わせて3万3000円の税込み価格、なんかお得な感じがするし、なんか絶対使えるじゃないこれ。はい、でなんかこの夏場とかはこの細いチェーンだけでつけてもすごい可愛いと思うし、こんな感じで結構存在感あるでしょこれね、キラッとしてて可愛い。で位置もつけてみようかな。これね、そしてアジャスターついてるんですよ。なので長さがこう調整できる、あ、これいいよね。ね、長さがこうここで調整できるんですよ。こう見えますかね、このボールのとこで。あ、これすごく便利。こんな感じで2個つけてます。はい、ね、かわいいで、なんか例えばこれをちょっと短くしようかなみたいな感じだったら、こんな感じとか。これ今前に持ってきてるんだけど、全然後ろとかでも大丈夫だし、なんかこう背中がねすごい開いてるトップスとか、まあ、ワンピースとかだったら、これ後ろにね垂らしてもすごい可愛いと思うので、なんか使い方によってはすごくこうポイントになってめちゃめちゃいいんじゃないかなと。あとはこういったちょっとねチャームをいくつかつけたりとかしても可愛いかも。つけてみました。こんな感じで、まあまあね存在感ありますよね。もちろんねパールだけじゃなくて、なんかね他のもういっぱいあるから、本当サイト見てほしい。これなんかいろんなものが欲しくなっちゃうからなんかねこういったちょっと、はい、なんか鳥さん、はい、これ鳥だったりとか、あとはあとねこれも面白いの、ちょっとコイン系のチャーム、はい、こんな感じで、こう両方リバーシブルでいけるらしいんだけど、これにこういったイニシャルが、あってですね、これをここに埋め込むことができるんですよ、プチって、はい、チャームねつけるとこんな感じね。このコインも可愛いよね。このコイン今ね、エミのインにしてるんだけど、この中身だけ本当変えられるから、すごいねいろんな感じでこうどんどんと集められるから、これもこれ楽しいと思う、すごく。以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、今日はですねちょっと夏のジュエリーの企画だったんですけれども、楽しかったですね個人的にやっぱり、ね、すごい好きなので、いろいろとねもっとご紹介したいものもいっぱいあったんですけれども、はい、ちょっと厳選して今回は、このブランドさんたちをちょっと紹介してみました。でなんかマリアブラックとかは本当こういったね3点セットがあるんだっていうのもちょっと知らない方も多いと思うので、まあ本当あるとすごく使えて便利なんじゃないかなと思います。というわけで、チャンネル登録まだの方ぜひお願いします。あと高評価ボタンと通知設定、コメントもお待ちしております。はい、あとインスタグラムもね日々更新しているので、よかったらフォローしてみてください。で本当にちょっともう死にそうな暑さでね、皆さん水分補給忘れないように、はあ、熱中症に気をつけましょう。それではまた、バイバーイ。